リアムの8分の1スケールフィギュアが届く日、入院していることに気づいた。はい、どうもこんにちは、まさとです。ということで、今週もね、進撃が更新されました。そしてなんか進撃自体が来週からまた毎週更新にどうやら戻るようですね。これはかなりめでたいです。ということで、今週の進撃はかなりサプライズがあります。そして今までで 1,2 を争うほど可愛い可愛いキュート溢れる物語となっているので、僕と一緒に今から猛大死にましょう。それでは張り切って見ていく。シンデレラガールズ劇場、あわやスキャンダル。まゆさん、お話って何でしょうか。まゆ、昨日見ちゃったんです。ひなこちゃんが男性用の服を選んでいるところを。そんな、見られて。もしかして誰かとお付き合いしているのかなって。気持ちはすごくわかりますけど、まゆたちアイドルですから、プロデューサーさんのご迷惑にならないうちに慎んだ方が。わかりました。え、ひなこは全て打ち明けます。まゆさんならわかってくれると信じて。実は前日の夜に今年一番のムーフな王子様の妄想がはかどりましてですね。もうずっと頭に王子様の姿が残ってるんですよ。だからこの妄想が覚めないうちに王子様に似合いそうな子をあれこれ見せかけて。わかりませんか、この衝動。わかりますよ、そういう時ありますよね。ですよね。まゆさんもあのお店にいた時点でお察しします。自分の洗濯物と一緒に干したいなとか思いますよね。ねー。見つけて、早く私を。はい、ということで、ドリームアウェイの二人による素晴らしい、もう可愛すぎるコミュでした。本当にコミュじゃないね、話でした。いや、マジで可愛い。これ可愛くないと思う人はこの世界に存在してはいけない。もしいるなら僕が殴ります。いやー、それほどの可愛さ。そしてひなこのソロ曲がサプライズ実装、これはみんな驚いたんじゃないですか。しかもね、世界滅亡オアキスとも、ひなこザ・ひなこという感じの素晴らしい楽曲、多分ね、今週中にデレステに普通に実装されるとも思いますので、こちらも楽しみ。いやー、本当に可愛い。コント仕立てで面白くてめちゃくちゃ可愛いっていう、ザ・キュート、This is cute、 King of cute of Queen of cute。 いやー、満足です。半端ねえ満足。ということで、またエクステ13話でお会いしましょう。いやー、もう100回見よう。